んにちは、マルタニアイノです。さあ、ポケモンレジェンズアルセウス続きやっていきましょう。前回はですね、3匹の伝説のポケモンに助けてもらって、赤い鎖というものを作ることができました。今日はね、それを持って天眼山に行きたいと思います。カイさんや、アヤノさん、デンボクさんは、天眼山に行ったらしいよ。天眼山だ。みんな来てくれるの？デンボクさんも大人なのに案外聞き分けがないんだな。あれだね、そわそわしちゃって落ち着かなかったのかもしれない。あやのさんを追い出したことか、全部叱りつけないとね。怒ってるカイさんが。だって私は千住団のさ、空間を司る神王様を崇めるもの、広い湿地のどこになっていく。行ってデンボクさんを止めないと。騒がしいな。一番芝星さんがね、落ち着いてる気がする。どうしたん？誰？あんた追い出されても村のために調査していたんだろう？そうだよ。そうだよな。綾乃は村のみんなのために赤い鎖を手に入れたからな。そうですとも、調査隊は村の皆さんのため、そしてポケモンと仲良くできるように彼らを調べているのです。ありがとう。これあげる。なになに？あー、ありがとう。元気の塊くれるん？ありがとね。三つ命令する。三つ？一つ、山頂ベースから神王神殿へ向かえ。ふむふむ。二つ、赤い鎖にて自在を収めよう。そして、三つ、無事、帰還せよう。ありがとうございます。頑張ります。着いたね。山頂ベース？ここからスタートだね。オーロさんや。お聞きしましたよ。銀河団に復団なされたとか。おめでとうございます。こちら、お祝いの満タンの薬です。これさ、元気のかけらにさ、満タンの薬をもらうっていうことはさ、相当戦闘がこの先あるのでは？これもうちょっとさ、回復の薬とかさ、持ってった方が、良さげな気がする。やばそうね。あのような苦労を重ねて赤い鎖を授かったのですから。時空の裂け目でかっ。めっちゃ大きくなってるじゃん。関さんもカイさんも山頂に向かわれています。あ、これ山を上に登っていけばいいのか。あやのさん、ご分をお祈りしてますよ。お得意様がいなくなるのは本当に困りますからね。あら、久しぶりですね。大事になってるようだね。何かあっても椿がいるよ。応援だけはしてあげよう。応援してくれるの？ありがとう。変わったね、椿さんも。よし、じゃあ、ちょっと、道具もちょっと持っていこう。多分やばそうな気がする。よし、じゃあ行くか。緊張するな。大丈夫かな。すごい心配なんだけど。山頂は、ここ上上がってけばいいのかな。飛んでった方が近いかな。山頂に向かう。あ、矢印あるね。あ、でも、まあまあ遠そうな気がする。あ、待って。誰かいるよ。誰？え？あ、なんか壁に描かれてる。待って、これ、ムベさんじゃない？ムベさん！もうあんたか、息災であったか。芋づる亭を休んで悪いの。芋餅を振る舞ってやりたいのに。伝木目。食料補給の指揮を任せると言って、わしのような老骨まで使いおる。さて、使われついでだ。あんたを始末するとしようか。え？どういうこと？意味不明です。なんで始末すんの？わしは伝木の懐刀だねだ。おやつの邪魔をする奴が現れたら始末する約束なのじゃ。それに、わしも安心して暮らせる新天地を欲しているのでな。あんたもご存知の目隠し玉、これをこうじゃ。え？やばいやばい。え、なになんか急に忍びみたいになったけど。貴様がキングを沈めたと聞いて血が騒ぎ、心が震えたぞ。使いどころもなく衰えていた忍びの技を最後に振る舞う相手が現れよったと。忍びやった、ムベさん。マジか。ちょっとイケメンやな。銀河団のムベが勝負を仕掛けてきた。4匹を持ってるんか。あれ、ムーマージだっけ？オオカザル。
ムーマージ。ムーマージか。ムーマージって、ゴーストタイプだよね。ゴーストタイプって、ゴースト相性がいいと思うんだけど、悪もいいから、ここは、レイトラーに切り替えて、悪で倒そう。よしよし。いけレイトラー！シャドーボールされますが、なんとか耐える。いけ力技噛みつくだ！いけいけー！どう？よし、一発！ナイスー！次は何を出してくるの？オーニューラ！電光石火！よい！耐えてくれ！いいファイトを組んの？マジか。やばいやばいやばい。レントラーが瀕死になってしまった。大丈夫か？ムックホーク。よし、行こう。ツバメ返し、エアスラッシュにしようか。エアスラッシュ！いけいけー！頑張れー！よし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 。オーニューラをやっつけていく。次はサーナイト、サイコキネシ。やばい、だいたい半分ぐらいいつも食らっちゃう。サーナイト可愛いな。いやー、サーナイトか。サーナイトね、絶対エアスラッシュをしつつ、エスパータイプだよな、確か。エスパーフェアリーか。あんまり食らわない。やばい！めっちゃ食らうじゃん。やばい、2匹目。2匹目、瀕死になっちゃった。ミネルゴンは、ドラゴンタイプだけど、フェアリータイプと相性が良くなかったはずだから、ここは、フワライドさんで行きましょう。よし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 。サーナイト撃破。次はラスト1匹何？エルレイド。エルレイドも同じだったっけ。サイコカット。うーん、めっちゃめっちゃ食らうじゃん。いけいけー、シャドーボールドーン。よし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 、ヌベさん撃破、流行りでした。よしよし、しょんぼりしてる。忍びの術も無用の時代となるか。ムベさんかっこよかった。さすがよの。勝てない相手を何度も狙うのは愚かな忍びのすることよ。貴様のことはそれなりに気に入っておるのじゃ。ポケモンをうまく戦わせるからの。いいかやの、ポケモンは恐ろしい生き物よ。拙者も電木も暴れ狂うポケモンに故郷を焼かれただけでなく、同胞が幾人も命を落とした。それゆえ、天木は安心して暮らせる新天地をここ、翡翠地方に作ろうとしている。そのためなら、強行手段も辞さぬだろう。なるほどね。もしもだ、時空の裂け目よりポケモンが現れたなら、天木は我を忘れるやもしれぬ。そうな？貴様の強さで助けてやってくれ。とびっきりの芋餅をたらふく食わせてやるからの。楽しみにしてるね。やばい、時空の裂け目がでかすぎる。いや、なるほどね。神殿があり。この人は？いよいよですね、買い忘れはありませんか？あ、オロさんだった。違う人かと思った。いや、一応全部買ってきたけど、なんで物足持ちと買っとく？ 2 個しかないもんね。よし、お金がほとんどありませんけれども、多分これで大丈夫でしょう。カイさん、ゼキさん、ついに来てしまった。赤い鎖を山頂に持っていかねえとな。山頂にやってくるであろうポケモンの影とは、おそらく神王様だろう。止められるのはあなただけだ。頑張る。神王様がやってくるのに、電木さんに足止めをされているの。足止めされてるんか。なるほど。来るなと言われているんですね。よし、じゃあ行ってくるよ、関さん、海さん。
そこで待っててね。あ、なんかいる。え？なんかすごい武装してる。電木さん武装してますね。鎧着て。めっちゃかっこいいじゃん。お前か。赤い鎖とやらで世界をつなぐと聞いた。つなぐとはつなぎ止める。正しい世界を維持することなんだろうが。本当に信じてよいのか？もちろん！信じてください。考えてる。電木さん、いい加減にしないと、銀河団の団長だから村を守ろうとするのはわかるよ。私もさだからね。だけど、エノンさんを疑うのは間違ってるよ。バカ！バカ言っちゃう？そうだな。だが、オイスレとシンジ、もしものことがあったとき、銀河団の皆に申し開きが立たぬ。電木さんが寿村のみんなを守るため必死なら、綾野さんだって命を張ってるよ。そうよ。命張ってますよ。あい、わかった。これより先の事態にはお前と私、より強いものが当たるとしよう。マジか。綾野とそのポケモンを立ち会え。今日は真剣勝負だ。へ、戦うんですか？へ、マジか、戦うんやね。全木さん、初ポケモン勝負ですね。強そうや。ウォーグルを出してくる。レントラーは電気タイプです。これはタイプ相性がよろしいのでは？よしよし。いけ！力技！雷の牙！いけいけー！どう？よし、一発！オッケー、タイプ相性バッチリ。次何出してくる？カビゴー！カビゴーはなぁ、耐久が高いからなぁ。しんどいかもしれない。うおー、やばめ。カビゴンかー、いいファイトね。向こうもいいファイトしてきそうな気がするんだけどな。いけー、豪華ザル、いいファイトだ。いけー、どう、耐えた、耐えてますね。もう一ついった、いいファイト。ナイスナイスナイス、先行攻撃、オッケー、カビゴン撃破。次は2体目終わったよ。次何出してくる？ピクシー、あ、かわいいな、ピクシー。ピクシーはフェアリータイプだな。ピクシーフェアリータイプっつうことは毒ポケモンとかいけたような気がするけど、毒持ってる人がいないから、一旦このまま行くか。このまま行って、いいファイトは効かないから。いけいけ！力技！大噴撃！おお、減らせる減らせる！どう？ドレンキッス、うお、めっちゃ減るじゃん！すごい減るね！そんなに減るもの？やばい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 。ありがとう、豪華ザル。なかなかにやばそう。あ、鋼が効く。鋼は効くけど、でもヌメルゴンはドラゴンタイプだから、先に倒してしまわないと、多分、ヌメルゴンもやられちゃう気がする。どう？よし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 ！一発ナイス！オッケーオッケー。で、ゴローニャを出してくる。ステミタックル。あんまり効かない。このままいけるんじゃない？いけ、アイアンテール、ドーン。よし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 、電木団長対戦ありがとうございました。決着。納得してる。私たちのポケモン生活を脅かすならポケモンの排除せなばならぬのだ。勝ったよ。ダニャリでした。お、なんか正座してるんだけど、なんで土下座してるの？カイさんと関さんめっちゃアングリしてる。綾野よ、申し訳なかった。この通りだ。中心よりお詫びする。そんな天木さん、そんな謝らんでも。今更だが、銀河団のため、いや雷のみんなのため、
翡翠のポケモンのため力を貸してくれ。もちろんです。大丈夫だ旦那、赤い鎖がある。うんうん。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。次回はね、いよいよ神王神殿にね、赤い鎖を持って向かいたいと思います。わあ、どんなのが待ってるんだろう、ドキドキする。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また見てね、バイバーイ。